見て作ってピクニックもできる都内超穴場スポット東京都庭園美術館。こちら JR 山手線目黒駅より徒歩7分、都営三田線南北線の白金台駅より徒歩6分で到着します。美術館の入館料はその時の展示によって変わります。美術館のチケットを買った場合は庭園は無料で入れます。未就学児は無料、庭園のみであれば200円で入れました。庭園も美術館も入るときに手荷物検査があります。早速庭園から行ってみましょう。2つ目の庭園は芝庭です。とにかく広くてこの日はほとんど誰もいませんでした。贅沢。広くて綺麗な芝生が広がっているのに大きい木も周りにあるのでちゃんと日陰もあるところがとても優しいなと思いました。アルコールは禁止ですが飲食はできます。さあ次は2つ目の庭園、西洋庭園です。こちらは西洋なだけあって椅子とかテーブルも置いてあります。行った日が月曜日だったせいか、夏休み中ではありましたけれどほとんどこちらも人がいませんでした。次は3つ目の庭園です。日本庭園。ねえ、日本庭園になったらさ、もうそこから道がちゃんと玉砂利になったね。ねえ、茶室が見えた。この夏限定で茶室に入れるようになっていました。普段は外から見るだけだそうです。こちらが美術館の旧館と新館です。新館にはカフェもあります。以前日曜日に行った時には入らなかったんですけれども結構人が並んでいました。では駆け足になりますが、ルネラリックリミックスの展示はこんな感じでした。家とは全然違う雰囲気のお屋敷に綺麗でキラキラするものがたくさん並んでいたので5歳の娘も飽きずに興味津々で見ていました。そしてなんと自由に無料で作ったり触ったりできるスペースがあります。涼しい場所でお水も飲めて子連れにも優しくありがたかったです。